はい、こんにちは。ステレオカメラの相葉です。ご覧いただいてますのが、ハッセルブラッドの大変コンパクトなカメラであります、ハッセルブラッド SWC というカメラになります。カメラのボディですね。ボディと、レンズが、一緒になったものですね。一体化になってますね。レンズがですね、ビオゴンの、38mm、非常に広角のカメラですね。F 値が 4.5 というレンズになってますね。で、T スターコーティングがかかっているタイプです。はい。で、SWC はスーパーワイド C という、はい、レンズ、カメラですね。非常にこの、ボディが薄いんですね。で、この後ろに、フィルムマガジンが付くようになるんですね。今回は、フィルムマガジンは、付属しませんので、ご注意ください。はい。その代わり、このカバーが、きますね。はい。で、レンズの、キャップ、前キャップがついてますね。はい。背面も、後ろ玉とかも綺麗ですね。前玉、後ろ玉ともに非常に綺麗ですね。擦れ傷とか吹き傷、ぶつけた跡とか、落下痕も全くないですね。はい。外観も非常に綺麗です。使用感といったものは、大体図この角とかですね。こういった、まあ、多分カメラバッグとかと接触しているんですかね。の跡とかになりますね。はい。強いぶつけた跡とか当たりとかはないですね。やや使用感があるかなという感じになります。ファインダーもですね、よくこういうとこ傷ついてたりするんですけれども、ファインダーは非常に綺麗ですね。もちろん、ファインダーの見栄も綺麗ですね。はい。水準器も、はい、汚れてなくて綺麗ですね。シャッタースピードを見ていきますね。これ、カメラは、レンズシャッターですんで、はい、シャッターはここにありますね。まあ、低速の1秒から見ていきます。はい、低速1秒。粘りなく切れてますね。シャッター音は非常に切れ、非常に静かです。2分の1秒です。はい、2分の1秒も粘りなく切れてます。次、4分の1秒ですね。はい、低速シャッターは全く粘りとかないですね。で、中速の60分の1秒が、はい、もうスムーズに切れてますね。はい、こうもちろん高速も500分の1ですね。もうきっちり、はい、綺麗に開いてますね。はい、ということで、シャッターにも全く問題なしという感じです。はい、さっき言いましたように、後ろのカバーと、フロントキャップをお付けしますね。はい、非常に状態のいい、ハッセルブラッドの、コンパクトな、ボディです。はい、SWC ですね。ブラックのボディになります。はい、ぜひチェックしてみてください。以上です。